い、皆さんこんばんは、かなげまろです。はい、私は今ですね、本日2月5日ホテルに泊まっております。エゾックの今行っている RPG ツアーというツアーの遠征で愛知に来ています。なので、またせっかくね、ホテルの生活が始まったということで、そう、今それこそツアーが、今ライブが終わってちょっとご飯を食べて帰ってきたところなんですけど、じゃじゃん、この泊まりのバッグの中身を紹介していきたいなと思います。結構ね、私ね、こう大荷物タイプなんですけど、で中は、はい、カバンの中身紹介していきたいと思います。1個目は今撮ってるカメラとか充電器、そのカメラの充電器とかを入れるポーチ、これです。で、2個目、ポーチですね。これも、これは夏見松岡っていうブランドのものなんですけど、この中にはコンタクトだったりリップ、化粧水、なんかサンプルでもらったシャネルの化粧水とかが入っています。あとね、ケープ、今ポーチから出ちゃってたんだけど、ケープライブでは欠かせないのでケープも入れます。ちょっとさ、ライブ終わりでさ、喉が痛いのでちっちゃめにしゃべりますね。で、これもポーチ、シナモンのポーチなんですけど、この中にもまたね、備品が入ってて、汗拭きシート系、デオドラント系のと、なんか衣装に汗がつきたくないので、なんかこういう汗ケアグッズとヘアオイルと、これはお泊まり用のオールインワンジェルみたいな感じで、泊まりの時にさ、化粧水とか乳液とか美容液とか全部持ってくると大変なので、こう1個で済ませられそうなやつを持ってきました。一応ファンケルのものですね。はい、で続いては、もう普通にいつも持ってるパンパンなんですけど、化粧ポーチ、ライブのメイク、ライブメイク用のコスメとかも入ってるので、ちょっと大きめになります。これはね、なんかグッチで香水買った時にノベルティでもらったポーチが、なんか中がお花で可愛いので使っております。で、またかよって思うかもしれないんだけど、ポーチです。このポーチにはこうやって、これがね、アクポーチ、フェイラーのティッシュケースがポーチにもなってて、ここにもいろいろ入れれるものなんですけど、この部分に青汁を何個か粉末状のものを入れてます。緑光青汁です。ここに入れてて、出先とかでなんかお水を買ってそこに混ぜるっていう感じですね。で、この中には、いくつか毎日飲まなきゃいけないお薬があるんですけど、薬類を入れてます。で、ここはティッシュ、いつでもティッシュは取り出せるように持ってます。で、じゃじゃん、ちょっと変わってるもので言えば、まずタロットを持ち歩いてます。ルナファクトリーさんっていう会社のアリス・イン・ルナズ・タロットっていうタロットで、これはちょっと普通のタロットよりも絵柄がアニメチックで可愛らしいものも多くて、ちょっとタロットが怖いなって思ってるイメージ、怖いなってイメージを持ってる人の方でも、なんか使いやすいタロットかなって思います。タロットをお守り代わりに遠征するときは持ち歩くことが多いです。で、タロット系で言うと、新しいルノルマンカードのジャーニャンカードっていうのがあるんですけど、アンズマロンさんっていう占い師さんが監修されたもので、このジャーニャンはルノルマンで、簡単に1枚引きとかでも今の自分に合った言葉とかカードをくれるので、これもお守り代わりに持ち歩いてて、いくつか家にタロットとか、オラクルとかがあるんですけど、今日はこの2つを持ってきました。で、もっとカードの意味を深く、飛行機の中で暇だから知ろうかなって思って、この初めてのタロット占いっていう、これもアンズマロンさんの本なんですけど、すごくね、カードの意味だったり、リーディングの方法だったり、アンズマロンさんだったらこう解釈するっていう紹介とかも書いてある本で、とっても私はいっぱい読んでます。なんかタロット始めたい方とかはすごくおすすめの本です。で、ブラシとか、そう、はい、あとはスイッチ、
可愛くない肉球つけてるんだけど、あつ森をね、飛行機とか空き時間とかホテル暇だからやろっかなと思ってスイッチ持ってきました。で、なんか朝買ったいちごジャムパンがあります。食べなかったので残ってるんですけど、これは明日の朝食べようかなって思います。で、いやまあこんなご時世なのでね、ビオレの柔らか除菌シート、ご飯食べる前とかちょっとした時にささっとこれで拭いたりして、なるべく、まあ、地方とかいろんな場所に行くのでウイルス対策で持ち歩いてます。このねポーチにもね何が入ってる、ここの中にはお守りとか櫛とか、ここにもまたこれはね、なんかロキソニン痛み止めとか、メンバーが誰かお腹とか痛くなった時に渡せるように一応常備してます。まあ、普通にお財布、これはねヴィトンのお財布で新しいんですけど、聖子ちゃんにプレゼントでいただいて、すごく可愛くて、こうパッと見黒と薄めのピンククリームなんだけど、中はこうピンクになってて、なんかすごい好みのデザインだし、ちっちゃいし、デザインがとにかくお気に入りなので使っております。あとはね、これまずボディミストですね。ライブでは汗をかくからあんまり香水っぽいきつい匂いは自分自身から香るのは好きじゃないので、軽めのこういうスプレーにしてます。これはねモムチパフュームヘア&ボディミストのマジェンタレディっていう香りで、韓国のものらしいんですけど、すごいいい匂い、清潔感ある匂いで気に入っています。で、まあ着替え類と、面白いものは全然ないんだよね。メガネです。目悪いのでメガネ欠かせません。あとはメイク落とし、歯ブラシ、替えのマスク、何をね、なんかお薬、どんだけ毎日飲むんだって感じなんですけど、はい、お薬とかサプリとかが入ってます。あとはまあヘアアイロン、ストレートのヘアアイロンと巻き巻きできるヘアアイロンを持ってます。で今回の RPG ツアーの新しいグッズの T シャツをもらいました。可愛くない？私のイラストが描かれていて、ここにはツアーロゴが入っていて、じゃん、着るとね私のイラストをこんなにも大きくまとえるというめちゃめちゃ可愛い T シャツになっております。グッズは今のところ会場の物販限定で発売しているので、ぜひ会場に足をお運びいただいた際はぜひぜひ買ってみてください。はい、とまあこんな感じで持ち物はこんな感じでした。そうですね、でも今日愛媛で小文字族公演の初日を終えて、そうだな、でも始まるまではリコと聖子ちゃんがいないっていう不安がすごく大きくって、なんかでも2人がいないとダメダメだって思われないようにしなきゃっていうプレッシャーとかもいろいろあって、すごいね、なんかもうボロボロになるまで、いい意味でねボロボロになるぐらい頑張ったライブではあったんですけれども、まあ始まったばかり、初日にできる限りのことはもちろん全部やったけど、まあ、反省点とか課題点もたくさん見つかったので、寝る前に確認して、また明日は香川に行くので明日につなげていければなと思いますね。まあこれからツアーがスタートしたわけで、これからはもう土日毎週どこかしらでゾックはライブをやっています。自分のお家から遠いところでのライブもあれば、めちゃくちゃ近いところでのライブもあったりすると思うんですけど、まあなんか辛いことがあったら月火水木金、なんか日常の中で辛いことがあったらどこかしらで土日ゾックは必ずライブをしてるので、嫌なことはすでにとか、いろんな感情を持ってライブに遊びに来てくれたら嬉しいなって思いますし、なんかゾックのライブ見に行くから、週末ゾックのライブ見に行くから、お仕事頑張ろうとか学校頑張ろうとか思ってもらえてたらとっても嬉しいなっていう風に私はすごく思います。言うても明日も割と朝が早いので、そろそろお風呂に入って眠りにつきたいと思います。それでは以上、神田木麻呂でした。バイバーイ。